国ム虫は、甲虫名、オサゾウムシ科のゾウムシの一種。世界各地に生息する、イネカ穀物の有名な害虫で、和名もそれを表したものである。また、日本では、縄文時代後期の土器悪根からの検出例があるなど、穀物栽培の開始と同時に見られるとして、稲作と共にトライしたとするのが定説であったが、これを覆すとされる発見がなされている。 主食である稲を食い荒らすことから、米食い虫の異名が付けられている。国像は、夏の季語。2018年11月13日付で、北海道福島町の立先遺跡から出土した、縄文時代後期の土器に、国像虫が推定約500匹練り込まれていたと、熊本大学の小畑博美教授が、ジャーナルオブアーキオロジカルサイエンス電子版に、発表した。今回は、 数が多いため、小畑教授は、縄文人が、食物にしていた栗の豊作祈願などのために意図的に、混ぜたと見ている。体長は2.13.5ミ、mm、リメートルと、ゾウムシ状化の中では、小さい部類に入る。体は、赤褐色や暗褐色で、やや細長い。背面には細かく密な天国がある。発達した強固な講師を持ち、飛行能力も優れている。体も小さく、 穀物の貯蔵庫などに容易に侵入する。興奮で穀物に穴を開けて散乱し、孵化した幼虫は穀物を食い荒らす。気温が摂氏18度以下であると活動が急し、摂氏23度以上になると活発に活動する。一匹のメスが一生に産む卵は200個以上とされる。米靴に紛れ込んだ場合、成虫は黒色なので気がつきやすいが、幼虫は白色なので気づきにくい。 ただしどちらも水に浮くので慎重に米研ぎをすれば気づくことがある。もし万が一気づかずに炊いてしまったり、食べてしまっても害はない。石葛色の黒蔵虫は、農家の間では、越冬黒蔵虫、暗化試食はその年に孵化したものと言われている。黒蔵虫は、周期に倉庫から野外の湿った場所に移動し、集団で越冬するとされており、 茨城県内の玄米貯蔵施設の屋外調査で、少数で発見場所はコンクリート片の下が最も多かったとの報告がある。トウモロコシ、小麦、パスタ、干し芋、どんぐりでも発育でき、最近では果物の桃とリンゴでも発育することが実証された。玄米を精米する施設では、玄米に混入しているバレタ、割れた、米、変色した米、虫食いのある米、虫自体を 精米する際に色彩選別機などにより排除しているが、卵や小さな幼虫は排除できないので完全に排除はできない。無人精米所でも汚染が広がる可能性があり注意が必要である。1929年に中林彪次が大阪府が1926年3月に倉庫周辺で捕獲された国造虫生虫を買い上げて、 広域的な傍除を行った事例を報告している。大正15年3月15日から29日までの15日間に16町村の役場で277人から買い上げを行い、総量は約5 7 5ラム引数にして約250万匹を買い上げた。買い上げは昭和3年の3月まで継続された。国立研究開発法人の研究項食品。 安全研究領域食品外注ユニットで開発された高圧炭酸ガス殺虫法で駆除することが可能である。お米の米別用を虫除け剤も市販されている。また、光に反応するため、米に虫が湧いたという状態になった場合は、むしろに米を広げて、黒ム虫を排除する方法をとっている。同族種として、次のようなものが知られている。1979年。 国民生活センターは、大手企業などが製造する味噌から昆虫編など、異物を検出したと発表。この昆虫編は原料につきやすい、国造虫由来と考えられた。この昆虫編をもって、直ちに衛生上の問題が生じるものではないとしたが、他の混入ものも含め衛生管理には十分な配慮が必要との警告を出している。ありがとうございます。